コバルトは原子番号27の元素である。元素記号は CO。純粋なものは銀白色の金属である。常温で安定な結晶構造は六歩細密充填構造で、摂四420度以上で、免震立方構造に転移する。鉄属元素の一つであり、強磁性体である。鉄より酸化されにくく、酸や塩基にも強い。キュリー点は、 摂氏1150度。コバルトを用いた核爆弾の一種であるコバルト爆弾についても本記事で記述する。コバルトの名称と元素記号はドイツ語で地の要請を意味するコーボルトに由来する。コバルト鉱物は夜勤が困難であるため、16世紀頃のドイツではコーボルトが交付を困らせるために魔法をかけたものと考えられていた。なお、 日本語におけるコバルトという金書きはオランダ語からのものである。1735年、スウェーデンのイエオーリブラントによって発見された。1960年に発生したコンゴ動乱によって値段が冒頭した。コバルトの主要産出国は以下の通り。紛争鉱物として知られ、2016年に人権団体のアムネスティ・インターナショナルが 年間産出量の53%を占める、今後民主共和国最大のコバルト鉱山、天気フングルーメ鉱山などを買収して、コバルトの生成品の8割近くを生産している、中国の企業が自動労働などで得たコバルトを、アップル、マイクロソフト、サムソン、ソニー、ダイムラー、フォルクスワーゲンなど多国籍企業に供給していると批判し、国際的な問題となった。なお、 コバルトは日本国内において産業上重要性が高いものの近く存在度が低く供給構造が脆弱である。日本では国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から1万1の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。 単体金属としてのコバルトの利用は一部用途にとどまっているが合金材料として重要であり工業的に利用される。初期のコバルト合金は高速度工具工にコバルトを添加したコバルトハイス工に用いられた。また切断工具材料としてそれまでの合金に添加されることによりコバルトの需要は増していった。ニッケルクロムモリブデンタングステン あるいはタンタルやニオブを添加したコバルト合金は高温でも摩耗しにくく腐食に強いためガスタービンやジェットエンジンといった高温で高い負荷が生じる装置などに用いられているほか溶鉱炉や石油化学コンビナートなどでも十分に役割を果たすそのほか鉄よりも錆びづらくさんやアルカリに侵食されにくい性質を利用し コバルト含有率を大幅に高めたコバルト合金は、ハサミなどの高級素材として利用されている。ステライトに代表される、コバルトクロムタングステンあるいは、モリブデン、炭素を使った4元系の合金は、摩耗に強く、表面強化が必要となる、工業分野において幅広く利用され始めている。この合金は、鋳型として使用するほか、粉末として吹き付けることや溶射して利用することも、 可能であり、利用技術の発達によって航空機の表面にコーディングすることなどをはじめ、広い分野で実用化が始まっている。以上に加え、コバルト合金は他にも、磁気材料として、鉄と共に最も重要な役割を果たしてきた。コバルトを添加することによって、磁性やキュリー値が上昇するなど、磁気材料としての性能が高まる。コバルトを使った合金の一つである、アルニコ合金は、 かつて最も幅広く用いられていた永久磁気材料であった。サマリウムコバルト磁石はコバルトとサマリウムの金属間化合物で強い保持力がある。計算コバルトによって青くなった B う放射性同位体のコバルト60はガンマ線源として用いられる。医療分野での放射線療法、ガンマ線滅菌、食品分野での食品照射、 工業分野での非破壊検査などに広く利用されている。コバルト爆弾とは核開発への警告としてレオシラードが発表した核爆弾の一種である。原子爆弾もしくは水素爆弾の周囲をコバルトで覆ったものであり、具体的にはタンパーにコバルトを用いる。原子量が59であるコバルトが核分裂反応に伴って放出される中性子を取り込むことで、 コバルト60が生成され、これが爆弾の爆発とともに広範囲へ撒き散らされる。コバルト60は半減期が約5.27年でガンマ線を放射するため、コバルト爆弾は放射線兵器となる。しかし、半減期の長いコバルト60による汚染は、味方にも被害が及ぶ上、被災地の占領も困難であるなどの理由から実用化されることはなかった。SF 作品の 第3次世界大戦など、核戦争で世界が破滅するジャンルには、中性子爆弾と並んで、よく登場する。また、その際には、爆弾自体の破壊力も極めて高く描写されており、作品によっては地球を消滅させるという設定すら、盛り込まれている。ありがとうございます。